踊り覚サメルデスパイネオルエは、キューバ共和国ハバナ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、クボのケイティウィズ所属。愛称はミリピーノ。国内リーグでは当初はリリーフ占領。2008から2009シーズンから先発投手に転向した。2011から2012シーズンにヤディエル・ペドロソと共に最多奪三振を記録。 2012年11月6日に、サムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい台した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月に開催された第3回、WBC のキューバ代表に選出された。その後スペインへ亡命した。 2014年5月2日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。契約後は参加の AA 級サンアントニオミッションズで2試合に登板し、5月26日にトリプル A 級エルパソチワワズへ昇格。5試合に登板して1勝3敗、防御率7.61だった。6月23日にパドレスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のサンフランシスコジャイアンツ戦で先発起用されてメジャーデビュー。7回を4アンダム失点1奪三振に抑えメジャー初勝利を挙げた。2016年2月4日にジーンコスメとのトレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。9月5日にリーフとなった。オリオールズを出るまでに16試合にリリーフ登板したが防御率5.6027.1イニングで15。 死球と荒れ気味のピッチングに終始し、2敗を喫した。なお、マイナーでは、トリプル A 級ーフォークタイズで18試合に、当板のうち17試合で、先発当板し、防御率3.87ホイップ1.34ながら1勝9敗と、負け星が先行した。2016年9月14日に、ウェーバー工事を経て、マイアミ・マーリンズへ移籍した。マーリンズでは試合に当番し、 防御率九点零零ホイップ一点六七だった。オリオールズとの合算では十九試合のリリーフ登板で防御率五点九三二敗ホイップ一点七一という内容だった。二千十八年八月十四日に金銭トレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。オフの十一月二日に四十人枠を外れる形で参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズへ配属され五日に FA となった。2019年1月8日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級ルイビルバッツでプレーしていたが、5月16日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した。2019年5月18日に シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、翌19日に参加のトリプル A 級シャーロット・ナイツへ配属された。6月10日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。6月24日にリーフとなり、28日にマイナー契約でトリプル A 級シャーロットへ配属された。2019年11月11日、久保の k t ウィズと契約したことが発表された。2020年は KT でチームサイトの15勝を記録、久保リーグサイトの207回と3分の2イニン,ングに登板し、2021年も再契約する。平均急速時速 146km のシンカーを基本休止とし、フォーシーム、カッターの速球3休止を主体に、平均時速 124km のチェンジアップ。 平均時速 138km のスライダー、平均時速 126km のカーブ、平均時速 109km のイーハス、またまれに平均時速 121km のナックルカーブと、豊富な球種を持ち玉としている。キューバ時代には、最多奪三振のタイトルを獲得したこともあるが、奪三振率は、決して高くない、速球派ではなく技巧派の投手である。元来、 シンカーを中心としたシンカーボーラーだが2015年からフォーシームを投げるようになった。これに伴って2014年までは変化球で最も大投げしていたスライダーの頻度を大幅に減らし変化球はチェンジアップカーブをメインにしている。技巧派投手とはいえどの球種も空振り率が低いため三振が欲しい場面で三振を狙えるウィニングショットがないのが欠点。 不要意にストライクを取りに行って通打されるか、ストライクが入らず、支給を出してしまうことが多い。もともと請求力が課題とされており、キューバ時代やマイナーリーグでは、例年、予支給率4点台以上だったが、メジャー昇格後は、2014年が予支給率2.99、2015年が予支給率2.29と平均レベル以上を記録している。 請球そのものが悪いのが理由ではなく、追い込んでからボール球で勝負できないことも支球の多さに影響している。20年間インダストリアレスに所属していたリリーフ投手フランシスコデスパイネの息子である。ありがとうございます。